世の中には数え切れないほどのホラーゲームが存在していて、それらは日本をはじめ世界各国で開発されリリースされてきました。ホラーゲームの数だけその作品独自の世界観があり、プレイヤーはその世界観に没頭し、その世界での恐怖体験を楽しんできたことでしょう。しかし、その世界を楽しめるのもあくまでもゲームの中の世界だからこそ、もし実際にその世界に自分が行ってしまったら、その恐怖に満ちた世界を楽しむ余裕など全くないでしょう。今回はそんな絶対に行きたくないホラーゲーの世界をご紹介します。まずはバイオハザードシリーズのラクーンシティです。バイオハザードシリーズではウイルスや寄生虫を原因とした生物災害バイオハザードが発生し、人や動植物が集団感染してクリーチャーと化した世界が描かれます。特に過去シリーズでたびたび描かれていたのがラクーンシティの事件で、様々な作品で複数の登場人物の視点でこの最悪を体験することができます。ラクーンシティはアメリカ中西部に位置する架空の都市で、製薬会社アンブレラの企業城下町として発展してきたという背景があります。しかし町の地下ではアンブレラによって非合法な生物液開発の研究が行われていて、人や動植物を化け物に変貌させる T ウイルスが漏洩します。下水のネズミを媒介にして街に漏れ出したウイルスによって、街の人たちは次々と凶暴なゾンビとなり、理性と自我を失い人々を襲うようになります。ゾンビに噛まれた人間もウイルスに感染しゾンビ化するのですが、軍によって街は封鎖され、戒厳令が敷かれていたことによってあっという間に感染が広がり、市民の大多数がゾンビ化してしまいます。災害発生当初は警察や消防も市民救助のために必死に戦いますが、ほどなくして壊滅してしまいます。またアンブレラから派遣された傭兵部隊も市民の救助ではなく、クリーチャーたちとの戦闘データ回収が真の目的だったこともあり、ほぼ全滅させられます。その他、街を封鎖する州軍の他に政府は米軍の部隊を投入していますが、これも市民救助ではなく、アンブレラが開発していた研究データの横取りが目的でした。ゾンビ化を免れた街の人たちはまさに孤立無援の状態で、この死の街からの脱出を強いられることになります。作中では主に警察官や特殊部隊の隊員などの特殊な訓練を受けてきた人間が主人公となっていて、街の生還に成功していますが、いずれも後の作品でアクション映画顔負けの超人ぶりを発揮する人物ばかりで、一般市民の脱出例はごくわずかとなっています。ラクーンシティでの生還がそれほどまでに困難な理由をさらに詳細に見ていきます。 T ウイルスで変異したゾンビは動きが緩慢ではあるものの、街の至るところで大量に人肉を求めてさまよっていて、屋外に安全な場所は存在しません。たとえ重火器を所持していてもゾンビの大群に太刀打ちするのは困難で、まずは外部からゾンビが侵入してこない頑丈な建物内で行動する必要があります。しかしラクーンシティにはびこるクリーチャーはゾンビだけではありません。ゾンビが突然変異したリッカーやアンブレラが実験のために投下したハンターは、人間を捕捉すると素早い動きと一撃必殺の鋭い爪による攻撃で襲いかかります。また犬やカラスといった小型で高速で動ける動物たちもゾンビ化していて、街のあらゆるところでまだウイルスに汚染されてない生物を集団で襲います。他にもワニや虫などといったあらゆる動物が巨大化した怪獣映画に出てくるような怪物、命令の遂行に邪魔だと判断したものは何でも抹殺する銃すら効かない生物兵器など、ウイルスによって生み出された脅威は枚挙にいとまがありません。これらから逃れながら自分の身を守らなければなりませんが、ラクーンシティでの生存が困難な一番の理由はタイムリミットが存在することです。通常災害下に置かれたら外部からの救助を待つことになると思いますが、封鎖されたラクーンシティにはまともな救助部隊は最後まで訪れませんでした。それどころか事態の収拾は不可能と判断した連邦政府によって戦略ミサイルが撃ち込まれることが災害発生から数日で決定されてしまいます。つまりこの数日の間に自力で化け物だらけの封鎖された町から脱出できなければ、ミサイルによって町ごと跡形もなく焼き払われてしまうということになります。実際ラクーンシティでは10万人以上の犠牲者が出ますが、感染を免れてもこのミサイルによって命を落とした者も少なくなかったかもしれません。もしこのラクーンシティの災害が現実で発生したものだとして、ここから脱出できる自信になる人が一体どれくらいいるでしょうか。どこに行ってもゾンビや化け物がはびこるこの町には絶対行きたくないですね。とはいえラクーンシティでは実際に生還したものも少なくはありません。さらにこの世界で救いなのは世界そのものが崩壊したわけではなく、あくまでもアメリカ中西部の一都市が壊滅したに過ぎません。後のシリーズでも様々な都市や島などが生物災害に見舞われますが、いずれにしてもその地域限定のものにとどまっています。生還にさえ成功すれば元通りの生活を送ることができる点で言えば、バイオハザードシリーズはまだ優しい世界観であると言えますね。
次はラストオブアスの世界です。バイオハザードシリーズと違い、世界中でパンデミックが起こったという設定で、もう元の世界には戻らないというのが大きなポイントです。ラストオブアスの世界では、謎の寄生菌によるパンデミックが発生し、菌に寄生された人間は脳を支配され、人を襲い、寄生菌を広めるだけの存在になります。これらの感染者は、人間を見つけると全速力で走って追いかけて襲いかかり、感染が進むにつれて、さらに凶暴性や危険度が増していき、最終的には死滅するものの、コロニーと呼ばれる菌の胞子を大量に撒き散らす存在になり、死滅した場所に同化して、近辺を人間が近寄れない空間にしてしまいます。治療法やワクチンは存在せず、それらを確立する前に感染者は爆発的に増えていき、文明は崩壊してしまいます。作中ではパンデミック発生から20年後のアメリカが舞台となっていて、アメリカ国外の詳しい状況はわかりませんが、パンデミックという言葉の通り、世界中で感染症が拡大し、文明が崩壊したことはほぼ間違いないでしょう。つまり、ラクーンシティと違って、その地域を脱出すればなんとかなるわけではなく、一生その世界で生き延びていかなくてはなりません。アメリカでは連邦政府や州などの行政機関はすでに機能していないようで、軍による統治が行われています。アメリカ各地の都市部に隔離地域と呼ばれる地区が設置され、軍によって厳重に封鎖され、生き延びた人々はそこで生活しています。食料などの物資は配給カードを提示することで軍から配給されますが、物資不足は深刻で、時には配給が止まってしまうこともあるようです。また、配給カードは軍の招集で労働したり、生存者同士での何らかの取引で報酬として手に入れる必要があります。政府が存在しないことから、隔離地域においては軍が一番権力を持っていて、逆らう者や感染が疑われる者は治安維持という名目で容赦なく射殺されることもあります。そのため、隔離地域の内外の生き残りは軍に対して不満を募らせており、ファイアフライというテロリストのような抵抗組織も存在し、しばしば衝突しています。隔離地域では感染者による襲撃から逃れられるものの、こうした軍の強制支配やファイアフライの襲撃に耐えなければならず、また隔離区域外はおびただしい数の感染者がはびこる中、生き延びた人間が形成したグループ同士の争いもあるため、厳しい環境となっています。文明が崩壊し、必然的に弱肉強食な社会になっていて、弱者は殺されるか、強い権力に従って細々と生きていくか、あるいは孤立して究極のサバイバル生活を送っていくしか、基本的には生き残る方法がありません。作中ではエリーという少女が唯一寄生菌の抗体を持っていて、ファイアフライはその抗体によって治療法やワクチン開発の活動を見出していました。しかしそのためにはエリーの脳と同化した寄生菌を切り取り、彼女を犠牲にしなければならず、彼女を我が子のように保護してきた主人公ジョエルはそれに反発し、リーダーのマーリンや医師を殺害してしまい、ファイアフライは壊滅します。これによってアメリカにおける組織的な治療法の確立やワクチン開発の希望はほとんどついえてしまいました。もしこの世界に放り込まれたら最後、一生その世界で生きていかなければなりません。その点で言えば、ラクーンシティよりも行きたくないゲームの世界かもしれません。次はサイレントヒルシリーズのサイレントヒルの街です。サイレントヒルはアメリカ北東部にある観光地の街で、観光の目玉となっているトルーカ湖という湖を囲うように築かれた田舎町です。町には湖の他に遊園地やホテルなどがありますが、賑わっているというよりは寂れた静かな観光地のようです。そんなサイレントヒルの街ですが、この土地には作品によって微妙な違いがありますが、神と呼ばれる正体不明の存在が根付いており、神は町に寄せ付けられた者の憎しみや心の闇を糧に成長し、そのために現実世界とは異なる異世界のサイレントヒルに彼らを誘います。異世界のサイレントヒルにはその人物が抱えている罪や葛藤、トラウマ、憎しみ、煩悩など心の中にあるあらゆる負の要素がクリーチャーとして具現化されています。時には性的衝動を覚えた過去があるだけでそれがクリーチャーとして具現化してしまうこともあります。異世界のサイレントヒル内においてはそれらのクリーチャーはその人物にしか見えていませんが、その人物にとっては実体のある存在で、それらに襲われ殺害されるとその世界の中で死亡してしまいます。特に心の中で重い罪を抱えていて、罪悪感を感じていたり、内面に残虐な人格を抱えていると、レッドピラミッドシングと呼ばれる三角頭の男という形で具現化され、その怪物は基本的に不死身で、何度も現れて、槍や大なたを手に襲いかかってきます。銃で何度撃ってもびくともしない存在で、これが具現化されたら、大体の人はあっさり処刑されてしまうことでしょう。逆に言えば、心に何の問題も抱えてなければ、たとえ異世界に取り込まれたとしても、これらのクリーチャーには遭遇しないことになります。
とはいえ、この動画を見ている男子視聴者諸君は、どうせ性的衝動まみれだと思いますので、もし現実にサイレントヒルが存在し、異世界に連れて行かれてしまった場合は、108種類くらいのクリーチャーが現れて、阿部教官の地獄絵図になるのは確実です。そういう意味でも、サイレントヒルは皆さんにとって、絶対に行きたくないゲームの世界であることは間違いないでしょう。絶対に行きたくないゲームの世界といえば、圧倒的に多くの人が挙げるのが、サイレンの羽生田村でしょう。羽生田村は日本の某所にある架空の村で、何度も土砂災害の被害に見舞われ、その現場からは遺体すら発見されなかったり、村で人が神隠しにあったり、公式に記録されていない大量殺人が行われたという都市伝説があったりと、作中の回に至る以前からすでにヤバい村として一部のマニアの間では有名な場所でした。オカルト好きな本作の主人公須田恭也もその羽生田村のミステリアスな魅力に惹かれ村を訪れますが、そこで村ごと異界に取り込まれてしまいます。本作の舞台はその異界に取り込まれた羽生田村ということになります。異界における羽生田村では死人と呼ばれる人間の慣れの果てがはびこっています。ほとんどは村に住んでいた村人たちで、全員が何かに取り憑かれたように上ごとをつぶやきながら同じ行動を繰り返しています。そして死人になっていない人を見つけると見境なく襲ってきます。その様子は狂気そのもので、人間だった頃の名残がいくつか残っているだけに、ゾンビやクリーチャーのそれよりも不気味で恐ろしいものになっています。この異界は人間の言葉で端的に表すならば、神の世界とも言える常世と現実世界である現世の間にある世界のようなもので、常世の存在である堕達氏が羽生田村を異界に引きずり込むことによって、作中の異界の羽生田村が存在することになります。この世界では村の至るところで真っ赤な川や池、海が存在し、さらに降りしきる雨も真っ赤に染まっています。これらは赤い水と呼ばれる堕達氏の血で、これを一定量体内に入れるとやがて人間は死人化してしまいます。また血を流せば流した分だけ赤い水が体内に入ってしまいます。死人化するにはいくつかプロセスがあり、赤い水によって死人化した人間はまず半死人と呼ばれる存在になります。この時点で目から血を流し、狂気的な様相で人を襲うようになりますが、まだ人間の姿を保っています。その後サイレンの音、ダタッシュの鳴き声に合わせて一斉に赤い海に身を沈め、そして人間離れした姿に変貌して完全に死人になってしまいます。死人たちはこれを繰り返してダタッシュに近づき、やがて神の世界である常世に迎え入れられようとしているようです。赤い水とはダタッシュの血であり、これを取り込むことによって人間ではなくなるのですが、この時に永遠の命を得てしまいます。つまり死人たちは不死身なのです。この世界に取り込まれたら、基本的には永遠の命を持つ死人たちから逃れ続けるしかないのですが、具体的な脱出方法は不明で、常人では脱出する術はおそらくありません。作中では異界から生還する人物がいるものの、いずれも人知を超えた超常的な力が働いた結果であるため、この世界で一切水分を摂取せず、死人に襲われず、一切怪我をしなかったとしても自分の力で生きて帰ることはできません。本作で現世に戻れた四方田晴美という少女は、赤い水の影響を受けずに異界を奔走し、現世で友達だったカジロ都の導きがあって生還することができました。カジロ都は長くなるので端折りますが、ダタッチの血を継ぐ呪われた少女で、儀式によって生贄に捧げられ、ダタッチと同一の存在になるのですが、その神にも等しい超常的な力があったからこそ、まだ現世の存在のままだった四方田晴美を送り返すことができたのでしょう。正確にはまあ、カジロ都に導かれた須田恭也が送り返したのですが、長くなるのでこの辺は省略します。つまり何が言いたいのかというと、もしこの世界に行ってしまったら、助かる方法はほとんど皆無だということです。異界の村は赤い海に囲まれていて、それ以上はどこにも行けないし、村にはどこに行っても死人が徘徊していて、さらに飲み水すら異界の存在となっているため摂取できず、その状態でひたすら生き延びなければなりません。しかもそうして生き延びたとしても、自力で異界から脱出する方法はありません。ただ一つ脱出する方法があるとしたら、それはカジロ都を見つけたら全力で彼女の好感度を上げておくことです。そうすることで赤い水の影響を受けないまま生き延びることができた際に、なんとかこの人逃がしてあげたいなというカジロ都の思いによって生還できることでしょう。女子はただ単に彼女と普通に友達になってあげればいいのですが、異性である男子諸君は少し厄介です。カジロ都ほどの女子が好感を抱くほどのモテ要素があなたになければ、その先に待っているのは死人化という結末のみでしょう。この動画を見ている男子視聴者のほぼ 100% が女の子と目を合わせたこともない DT でしょうから、このゲームの世界に行った時点で確実に死人化しますよね。
まあ女子に話しかけられて挙動ってるその様はぶっちゃけ死人と大差ないので、実質もみんなは死人化してるなものですけどね。羽生田村以前にこのイケメン陽キャしか生き残れない現実世界という厳しい社会そのものが何よりも行きたくない世界なのかもしれませんね。いかがでしたか？今回は絶対に行きたくないゲームの世界として、ラクーンシティ、ラストオブアスの世界、サイレントヒル、羽生田村を取り上げました。もちろん世の中には様々なホラーゲームがあって、どの作品もこんな世界には絶対に行きたくないといったようなものばかりです。動画で紹介したもの以外に絶対に行きたくないホラーゲームの世界がありましたら、ぜひコメントしてみてください。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。